は五十嵐麗です。今週は大波乱となりそうな北九州記念が小倉競馬場で今年も開催されます。今回は荒れると判断しまして、軸馬を決めてちょっと手広く流してみたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。では今年の北九州記念で本命に選びましたのは大名プリンセスです。昨年の北九州記念では2着に好走しており、ローテーション的にも有力視されるアイビスサマーダッシュを叩いている点も評価材料となりました。このタイミングで昨年好走したコンビを組んでいた秋山慎一郎騎手に乗り換わるのもこの馬にとってはプラス材料と考えられそうですし、昨年と同じ斤量の55キロで勝負でき、人気も落ちそうな今回は本命で勝負したいと思います。では今回は本命の大名プリンセスから相手に選びましたのは、昨年の北九州記念を優勝しましたアレスバローズ、そして5連勝中の勢いのある3歳馬のディアンドル、それから武豊騎手とのコンビで巻き返しに期待ができるファンタジスト、そして4連勝中で勢いのある5歳馬のミライトーンですね。で藤岡浩太騎手への乗り換わりで新境地が見えそうなアンバル、そしてオーシャンステークスで強い競馬を見せたムズスーパーフレア、それから、バーデンバーデンカップを優勝したカラクレナイ、綺麗な名前ですね。で朝日杯フューチュリティステークス5着の実績に期待を込めまして、ディープダイバー、以上の8頭に流した3連複1頭軸流し合計28点で的中を狙いたいと思います。今週は豪華メンバーが揃いました札幌記念の予想動画も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧ください。そして、今週もすごく暑いですので、現地観戦される方もお家で観戦される方もちゃんとね、暑さ対策、水分補給とかしっかりして熱中症に気をつけて観戦してくださいね。これはね、札幌記念でも言いましたし、毎週毎週言っていることなのですが、もうしつこいと言われようがちゃんと毎週言っていきますのでね、十分に気をつけてくださいね。よろしくお願いします。というわけで今週も皆様からのチャンネル登録お待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐麗でした。